三共フロンティア柏スタジオです。現在時刻は夜8時を回ったところ、グループ B 第2節ドラマ代表対鬼滅の刃代表をお送りします。共に初勝利を目指す両チームの対戦、ドラマ代表はディズニー代表と対戦し敗れました。ただ反町ポイズン監督は非常に収穫の多いゲームだった。決まるか決まらないかの問題、我々のスタイルを出すことができれば十分にワールドカップでもやれるとチームに手応えを感じている模様でした。そして鬼滅代表、早々に赤座のゴールで先制しましたが、その後逆転を許しました。ただワンチャンスをものにして鬼舞辻無惨のゴールで同点、勝ち点1を分け合っています。ドラマ代表のスタメンです。ディズニー戦からの変更は右サイドバックに三井ニューデイズ、最前線にはハーゲンタケルを起用です。センターバックを間宮シンテーロと中川アンビションのコンビになりました。鬼滅代表の方は変更はありません。グループリーグ突破へ、勝ち点差を手にするのはどちらになるでしょうか。抱き煉獄さんから赤座を狙ったボールですが、しかしクリアの先にはドーマ、エムに預けて赤座のシュート、シャープな振り、惜しい場面でした。エデン・オカダ・アザールは味方に対して激しく要求しています。今度はドラマがバイタルエリアへ、ゴーアヤーノ、ビデオキャメラさんの笛です。エムのファール、キッカーは横浜シューティングスターか、狙ってきました、バー直撃、手足点検、あばや先制かという見事な直接フリーキックでした。横浜シューティングスターです。スルーパスをカットしたのは国志望、センターバック起用ですが、本来のポジションはセンターフォワードです。無惨からのフライパス、赤座へピンポイント、対角線に流し込みました。鬼滅代表先制。ドラマの選手たちはオフサイドをアピールしています。しかしゴールは認められました。赤座2試合連続、連敗を避けたいドラマでしたが先制を許しました。ダキが収めて煉獄さん、ダキのスルーパスに無惨鬼舞辻、ここは中川アンビションの対応です。スライディングタックル、無惨動けません。ピッチにうずくまっていますが、ビデオキャメラ主審はプレーオン、手足点検、無惨なんとか立ち上がりました。ダキからその無惨、アンビションがいきます。先ほどと似たようなシチュエーション、そこに通してくるか、赤座の動きをよく見ていました。こぼれている、エンムが詰めた、2点にリードを広げます鬼滅代表。無惨鬼舞辻、このスルーパスです。先ほどの痛がる素振りは全て演技でした。マリーシアからゴールまで完璧なゲームコントロール、ドラマ代表の主役たちを次々と食いながら役者の違いを見せつけています。ドラマは流れの中からなかなかチャンスを作れません。前方へのパスはカットされる、ドーマ一人剥がして無惨鬼舞辻へ、ゲンサーフィールド、ボールを失った、無惨キックフェイントからシュート、ねじ込みました、3対0。日立大でゴール賞を決め代表です。前半で試合が決まってしまうのか、一方的な展開でハーフタイムを迎えます。後半が始まりました。センターバックの国主攻。チェックをかわして自らボールを運んでいきます。国士棒引っかかりました。草薙のスルーパスからゴアヤノ
シュートを打ってきた。スーパーゴール炸裂。1点返します、ドラマ代表。ボクシボーから引っ掛けて草薙に寄せるパス。最後はゴーアヤーノがドラマ国民すべての思いを右足に乗せてネットに刺しました。まだ後半始まったばかりです。反撃ののろしを上げるゴールになるのか。姫島と善逸が入ります。イグロオバナイのクロス、無残のヘッド、ゴードンの手に収まりました。ドラマ代表は少し選手の立ち位置を変えましたね。中川アンビション、中盤をすっ飛ばしてゴーアヤーノをよく見ていました。スルーパスからハーゲンタケルのシュート。ゴラッソ、ゴラッソ2連発。0-3から1点差。これがドラマの力だ。3点差あった鬼滅の貯金を一気に縮めた。ハーゲンタケル。思い切りの良さ。もう気持ち。気合で蹴り込んだ。そんなゴールでした。前半静まり返っていたフォームがサポーターのボルテージが上がってきました、日立大。このまま同点まで持っていけるか。ワールドカップへドラマを巻き起こす。そんな野望を抱く、反町ポイズン監督率いるドラマイレブン。エデン・オカダ・アザール。倒された。まだドラマの時間が続く。縦パス、ハーゲン・タケル。打てなかった。逆に、鬼滅のカウンター。国士も早い。センターバックから本来のポジションに移りました。シュート、弾いた。しかし、鬼滅ジムさんが持っていく。反撃ムードに一石を投じる4点目。国士坊は自らのミスを取り返しましたが、再び差が2点に広がりました。しかしドラマイレブンはまだ諦める様子を見せない。ゴーアヤーノ。奇跡を起こす時間はまだ十分残っています。今日敗れると敗退は濃厚。エデン・オカダ・アザール奪った。ハーゲン・タケルだ。来た。1点差。ハーゲン・タケル今日2ゴール目。なんとなんと。0-3 から3-4。前半終わった時点で誰がこの展開を予想したでしょうか。鬼滅としては自分たちのミスでボールを奪われて2失点。おそらくドラマ代表を少し見くびっていた節はあると思います。たまらず、かまど三次郎投入です。2点目を決めた M に代わって、鬼滅代表の象徴をピッチに送ります。同点まであと1点、逆転まであと2点。ソニマチポイズン監督が語ったメイクドラマ。この先のシナリオは誰も予想できない展開。日立大はドラマ代表の応援に変わりました。勢いが違います。ヘディングの先には、かまど三次郎。ダイレクトのスルーパス。抜け出したのは無惨鬼舞辻。落ち着いて流し込んだ。これはもうダメ押しゴールになるか。ドラマ一色に包まれた日立大を地獄に叩き落とす無惨鬼舞辻。今大会2度目のハットトリックです。初戦の遊戯王戦のゴールに加えて今大会4ゴール目。得点ランキングトップのキャプスバ代表フェルナン・トールスに並びました。それでもまだドラマ代表は声援を送り続けます。最後の選手交代。しかしボールは鬼滅代表。ドラマ代表はスタミナ切れか。赤座のスルーパスから今日何度も見せ場を作った無惨鬼舞辻。陣形が崩れたところに国士坊のゴールが決まった。ドラマ代表に引導を渡す6点目。集中が切れたディフェンスラインをずたずたに切り裂いていきました。無惨鬼舞辻。今日3ゴール2アシストです。2点目の起点も無惨様でしたので、
全得点に絡んだことになります。この試合の主役を独り占め、私がメインキャスト、残りは全員モブキャラと言わんばかりの活躍。そして国主帽のゴールともに試合が終わりました。鬼滅圧勝、グループ B で首位に立ちました。最終節はディズニー代表とグループリーグ突破をかけた大一番、残念ながらデイゲームです。よって無残含め一部の収録が出場できません。そして健闘しましたが力負け、ドラマ代表2連敗、この結果を受けて2位以上はなくなりました。グループリーグ敗退がほぼ確実となってしまいました。